さ見た時の顔がたるんでる気がして、うん、マイクロキューブ波っていうちょっと特殊な周波数を体の中に入れていってます。腎臓とか肝臓のストレスが顔のニキビとか切れ物とかっていう風に出てくるんですよね。多分肩の動きがスムーズです、うん、はい、こんにちは。今日は長崎県で美容針ができる前田鍼灸整骨院がお送りする動画でですね、美容針を実際にビフォーアフターを撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もともとどういうことが悩みで来られたんですかね。お肌の針とシワを改善したくて来ました。はい、はい、今1年2年2年2年ぐらい通ってる。もうだいぶね、小顔になられて針も出てきてシワなんかもほとんどなくなってきているんですけども、今日実際じゃあどうなっていくかっていうのをですね、実際お取りしたいんですけども、今日の状態軽く確認しとってください。はい、ニキビが、じゃあ今日ニキビも対処していきましょう。はい、はい、目のシワとかももうほとんどないですよね。ないです。ほうれい線も、ほうれい線ももうほとんどね、だいぶ消えていってますけど、最初の頃はもう朝見た時の顔がたるんでる気がして、うんうん、肩とか腰の痛みはないですか。肩、手のひら合わせて肘合わせてどこまでいくか、はい、だいぶいってますね。柔らかい。もともと井上さんはかなり運動の方もたくさんやってらっしゃいますので柔らかいですけども、この辺がですね、美容針をしたことによってどこまで可動域が上がるかっていうのもですね、見ていきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、では美容針する前にですね、体の調整するためにインパルス療法、特殊な機械でですね、電気を流していって骨格を調整したりとかですね、筋肉を緩めていきます。大丈夫ですか。はい、はい、あ、いたいたいた。動画用にもっと強くいきましょう。いきますキャンプ地を今作ってるんですか。キャンプ、グランピング、グランピング施設、はい、10棟。もうテントは張ってあるんです。テント張ってある、張ってあって、うん、各棟トイレと温泉付き。トイレと温泉付き、はい、うん、いつぐらいからオープンなんですか。12月ぐらいから、はい、あー聞く。じゃあ次これを軽く首と顔にかけて針をしていきますね、はい、ではですね、顔にインパルス療法電気を当てていってます。今触ってるところが頭痛とかですね、頭の骨って6枚の骨からなってるんですけども、その6枚の骨に歪みが出ると結局は顔のたるみにつながっていったりとか、目のクマとかにつながっていきますので、その辺の血行を良くしていきますけど、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫ですね。やばい。ちょうどね、ここが目の神経の出所なんで、疲れ目とかですね、まあ、もちろん眉間にシワが寄る方の対策としてもやってはいるんですけども、夜目が見えないとかですね、そういうことにもつながっていきます。だいぶでも柔らかくなりましたね。以前、うん、肌も中の筋肉も、うん、すぎませんか。大丈夫。うん、耳やばい。びっくりした。耳がですね、顔とか頭の血流、首も含めてですね、血流すごく大事です。まあ、この電気を通さずとも耳だけグネグネってマッサージするだけでもですね、かなり良かったりするんですけども、耳の前なんかも大事です。先生に教えられた、はい、朝耳をこう揉んでます。ありがとうございます。朝すっきりします、うんうんうん、じゃあ針に電気通していきますね。頬の方からいきます。はい、ちょっと痛いかなぐらいで教えていただけると助かります。まだいけます、うん、これが機械の上限です。じゃあ針を増やしていきますね。皆さん1日にどれぐらい水は飲むんですか。約3リットル。すごい。3リットル飲むとお肌が綺麗になってきた。はい、うん、ニキビもほぼ
できなくなった。できなくなった。ニキビ、うん、はい。ニキビのメカニズムとしてはですね、肌の上に菌があるっていう説もあるんですけども、結構顔の肌っていうのが最大の排泄器官になっておりますので、腎臓とか肝臓のストレスが顔のニキビとか吹き出物とかっていう風に出てくるんですよね。あ、うん、で水を飲んでおしっこをどん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 出すことによって体の中からだん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 綺麗になっていくんで、うん、水がどん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 流れることによって肝臓腎臓もストレスもなくなっていくんですよ。うん、結局は内臓って筋肉でありますので、はい、動くときに電気信号で動いていくんですよね。うん、でその電気も水が豊富にあることによって動きやすくなると、うんうん、で動きやすくなった腎臓がどん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 ストレスがなくなって体内がきれいになっていくと結果的にニキビ吹き出物ができなくなるっていうのも水を飲むっていうのがすごくやっぱ大事なことですね。へえ、3リッターすごいですね。もともと飲めてたんですか？元々は2リットルぐらいでした。元々2リットル、はい、健康美容に関係して言うと水2リットルっていうのは結構絶対条件みたいな感じで言われたりしますもんね。今は約3リットル飲んでますけど、うん、1リットルは白湯です。おお、白湯はいつ飲んでます？朝？朝ですね。朝の白湯っていうのもすごく良くて、朝はもうお湯でもいいぐらいですねなんで朝がいいかというと、まず体温が体内時計で低くなってるんですよ、うんうん、腸が動きにくくなってますので、ちょっと厚めの刺激を入れてあげると腸が動き始めます。腸が動き始めると便が出やすくなっていきますので、でこれも一緒で、便っていうのも自分の排泄物で汚い毒素とかをどん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 出していってるんで、便が出るとニキビなんかも減ってはいきますね、うん、私本当に便秘だったんですよ、うん、ここでも一回便秘の張りはしましたっけ？一回しました。一回しましたね、はいはい、朝白湯を1リットル飲むことによって、うん、今本当にお便便がよく出ます。お便便が、はいはい、よく出ます、はい、起きて午前中のうちに1リットルですね、うんうん、あ、そうですね、午前中のうちに1リットルっていうのはもうすごくいい指標です。目の付近を打っていきます。はい、鼻づまりとかないですか？水素風呂に入るようになって鼻づまりはなくなりました、うん、ちょっと引き上げるための針を打っていきますので若干痛いかもしれません。はい、よっしゃ、少し置いていきますね。針っていうのが顔に軽く穴を開けてるんですよね、はい、その穴を開けた後にいろんな吸収力が相まって経皮吸収能力が約1万倍上がってきますので、はい、医学書に書いてあったんですけども、ちょっと刺激を与えてよりその後のクリーム、今回は水素のクリームを塗りますけども、その後の浸透力が上がります。水素のクリーム、このパウダーをですね混ぜることによって水素が発生していくんですけども、このクリームを塗っていきます。わあ、肩甲骨の裏も痛いですね。痛いです。よし。はい。では長崎県で美容針ができる前田鍼灸整骨院がですね、今ちょうど美容針を終えたところです。通常美容針の後に肌に光を浴びるコラーゲンマシンというのを受けていただくんですけども、その前にですね今すごい感想が伺いましたので急遽動画を撮ってます。どうでしたか？顔が、はい、張りが出て、はい、血行がめちゃくちゃいいです。血行がめちゃくちゃいいですよね。ニキビなくなりました。はい、ピカピカしてますニキビはですね、動画中でも言ったんですけども、肝臓と腎臓のストレスがあるがゆえに一番の最大の排出器官である顔に
ニキビとか吹き物で出ていくので、結局はですね、その内臓をきれいにしていった方がいいんですけども、ニキビ後の四隅にエネルギーを出すような針を施していってあげると、これがですね、だん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 小さくなることができます。あと先ほど動画前に言ってた肩は、肩めちゃくちゃ違います多分私毎朝、うん、この肩の運動をしてるんですけど、肩の許容範囲、行動範囲が違います、はい、さっきね、もう胸がこう張って、うん、肩が前じゃなくて、うん、後ろに行ってるのと、うん、肩の動きがスムーズです、うん、ベッドから立った瞬間に、もうなんかね、キャーとか言ってたんで、急遽動画撮りましょうということで、撮らさせていただきました。今日はですね、ご協力いただいてありがとうございます。良ければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。